お相撲さんの中でね、入った時にやっちゃいけないことっていうのが2つ先輩に言われるんですよ、はい、それはどういうことかっていうと、あチンコロね、人のことをチンコロすることと、あとこれ寺って言うんだけど、お相撲さん言うことで寺っていうのはお金を取るっていう意味ね、うん、この2つはやっちゃいけないっていうことを叩きつけられるわけ、先輩に。チンコロイコールもうクビにならなきゃいけない、相撲好きで入ってるのにさ、そんなこういろんなあったことをだってこう親方のところにチクったりすることができないわけじゃない、チクるイコールクビだと思われてるから。手癖の悪い子もやっぱりこういっぱいいたわけよ。こう財布をさ、そのままポンポンと置いてったら、俺の財布の中から 2,3 万がずっとなくなってくるわけよ、うん、おかしいなおかしいなと思って、で結局まあお札にちょっとチェックを全部入れて、うん、チェック入れて、でまあわざとこう置いてたね。でまあ1週間2週間経って あるなとか言ってで言った時に、2週間目ぐらいかな、ではいはいなくなったと思ったら、はいなくなったと思って、ではいみんな集合とか言って、で今俺の財布の中のお金がなくなったと、でもう一切もう今下行けと、で上で全部財布とあれチェックとか言って、まあ相撲部屋だからね、若い人なんかその衣装ケースみたいなのが1個2個で、でお相撲さんってそれの中に全部入れちゃうわけよ、うん、衣装ケースね。だからそれ衣装ケース全部持ってこいって言って持ってこさせて、で全部お金のチェックをした。そのことをこう今でも高野アナがさ、あの時はビビりましたよとか言って、うん、なんでビビったんだって、いや俺もだからそういういろいろやられてるから、もしそれに誰かの差し金で入ってたらもうそんな言い訳聞かないじゃないですかって言って、でもう入ってたらビビりましたから、もうドキドキしましたよって言って、そうだよなとか言って、でそれ全部見て、でまあ入ってなかったわけよ、入ってなくて、で入ってなかったんだけど、一人だけその若い子の中にこのクラブの名刺が入ったわけ、クラブの、なんでお前がこんなクラブなんか行けるんだとか言って、でそのクラブの電話番号をお前電話してみろとか言って電話させたのね、そのこの部屋で、はい、だからそしたらいつもお世話になってますって言って、そのそいつがそいつの名前出したら、あいつもお世話になってますって、お前なんしょっちゅう言ってんのかとか言って、うん、だからもうそいつが取ったっていうことが分かったわけ、うん、